わーすごい急なのにありがとうございますよいしょこんばんはありがとうございますはい今日はですねなんとなんとグループおしゃべり会でしたあ今日誕生日ですおめでとうございます今日誕生日ハッピーバースデー はいこんばんは今日はもうお楽しみの待ちに待った待ちに待ったグループおしゃべり会でした参加してくださった皆さんノエ、えー、さんのファンの皆さんはい本当にありがとうございましたいやーもう本当にめちゃくちゃ楽しかったですはいね あの今日参加された方は本当にまあ私にとって本当にもうめちゃくちゃ久しぶりのごファンの方と対面でお話しさせていただく機会ではいあの私はノエさんとあの同じはいあのレーンだったんですけど今回ノエさんのファンの方もとっても温かくて。 すっごく楽しく3人でお話しさせていただきましたはいもちろん七味推しの方もたくさん来てくださってすごいね楽しくお話しさせていただけてはい私はとっても楽しかったですうん、ね、今回あの劇場の,あの受付受付のところでおしゃべりさせていただいたんですけど アクリル板越しではあったんですけど、本当に。近く、近い距離で。お話たくさんお話。できたのが、すごく嬉しかったです。はい。いや、今日はね、参加。してくださった皆さん、本当に。ありがとうございました。ね、なんか。すっごく、本当に楽しかったので。今日、あのー、お仕事で。 お仕事とかかねいろんなな都合で来られなかったよって方もなんかまた、ね、こういう機会があったらっていうか今年こういう対面でお話しできるイベントがまた増えたらいいなって思いましたねすっごいもうとにかく神イベントでした今日は、うん、とっても楽しかったですはいそして私明日がですね劇場公演で はい、前半が春日村村民会議で後半がカツナ公演に出演させていただきます、うん、明日は本当新年一発目の公演なのでまさか、ね、あの12月の初めに新年一発目の公演は春日村がいいって春が言ってて <laughs> そしたら本当に新年一発目の公演が春日村になったんですよ びっくりでも嬉しいです。明日は2公演とも出演させていただくのでちょっと新年一発目で2公演ということであのー、ちょっとねお正月は <laughs> たくさん寝てたくさん食べてしまったのであのー、ちょっと心配なんですけどでもはい明日は頑張りたいと思います。すごい楽しみです。 そしてですね先ほどちょ私も本当にいきなりの発表でびっくりしたんですけど先ほどはい公演スケジュールが発表になりましてなんと1月の20日にですね新公演山田の友達ここにいますよ公演に出演させていただきますいやまさか今日発表だと思わなくてあいきなり発表されてて私もびっくりしたんですけど何も聞いてなかったので。 はいなんですけどいやーまたねあのこの間山 Coco 公園が千秋楽を迎えてまた20日に山 Coco 公園をねさせていただくことになりましたはいあレインボースターありがとう,もうぜひ申し込んでくださいちょっとまあもう山 Coco 公園に関しては 何も情報は言えませんまだ <laughs> はい略称は山ここでいいと思いますでももう本当にこれ以外のね情報はまだ何も言えません <laughs> はい20日はですねなんと初日と同じくあの春日村村民会議もまたあってまた私は2公演出演させていただくんですけどはい いやぜひぜひ申し込んでいただけると嬉しいですいやねあのもうにお,におわせないようにもう必死でしたはいいやねあのどんな公演になるのかちょっと私もまだまだあの言えないんですけどはいぜひぜひ来てください皆さん20日はうん いや1月はね、本当に1月から2022年からすごい公演にたくさん出させていただけて、幸先い、いスタートを切らせていただいてますね。風邪ひいて、え、全然風邪ひいてない。鼻声、そんなことないですね。なんでだろう。鼻声に聞こえますか全然普通です。うん。寒いからかな。とにかく寒いです、今。うん。 ずっと寒い部屋温めてるのにずっと寒い,いや今日もあの実は朝からお仕事でそう今日6時前くらいに起きて全然眠れなくて <laughs> そうもうめっちゃ睡眠不足でだからかもしれない、うん、そうなんですよ朝からお仕事でその後おしゃべり会っていう感じだったので、うん、今日ずっと外外外、まあ、外出たからかもしれないですねうん。 なので今日はちょっと配信をね短めに切り上げて明日もまた公演前にちょっとお仕事があるのではいあのー、早く寝ます <laughs> うんそうなんですよ1月から、ね、たくさんお仕事させていただいていて嬉しいですはいそうでも今日 公演の発表もあったしおしゃべり会もあったから絶対配信したいって思ってて <laughs> そう配信できてよかったです <laughs> ね。ねんかこう本当に対面でのイベントはあの本当に久しぶりだともう数年ぶりだったので私もすごく緊張しててファンの方も緊張されてた方も。 いらっっしゃって、うん、そうでなんかあまたこの時間が戻ってきたんだなと思ってあの握手会の感じ雰囲気が戻ってきたんだなって思うとすっごく嬉しかったし本当に楽しかったです、うん、そう私もすごい緊張しててねでも このおしゃべり会1回きり今ね1回きりなのがすっごく寂しいです本当に寂しいまたやりたいですすっごい楽しかったから本当に楽しかったうんそう2年ぶりそうだね2年ぶりだったねうんそうなんですよわっタワーだありがとうこれお正月タワー ありがとうスクショしましたタワー来たありがとうありがとうです2022年あり,がたわありがとうございますはいいや今日はありがとね本当に楽しかったでもまたね16日にすぐもうおしゃべり会が始まるんだと思うともう本当に楽しみになりましたやっと始まる ね「ポンコツな君が好きだ」のおしゃべり会がついについに16日から始まりますけどめちゃくちゃ楽しみにしてるので,で今日あのお越しいただけなかった方もねオンラインではありますけどでも2人きりで話せることには変わりないので、はい、もうリラックスして話しましょうね、うん、ね私もオンラインおしゃべり会めっちゃ楽しみです なんか今日のおしゃべり会もなんですけど私服とかね私服考えるのとかめっちゃいつも楽しくて今日はどんな髪型にしようかなとかどんな私服着ようかなって、うん、考えるのがすごいいつも楽しいから今日もそうみんなに会えるからって思って私服考えるのもすごい楽しくて数日前から私服とか決めちゃってそうそうなんですよ。 今日はあのー、おしゃべり会の前にお仕事があった関係でそう今日はポニーテールしてたんですけどでもおしゃべり会のねこの久しぶりの対面のおしゃべり会でポニーテールでなんか自分らしくてよかったんじゃないかなって思います。はい、いやーねさ。来週の あのー、おしゃべり会までまたね公演とかいろいろお仕事頑張りますので本当に16日を楽しみにはい頑張りたいと思います、うん、そうなんです1月もたくさん公演に出させていただきますので頑張りますよろしくお願いします改めて今日は本当にあの来てくださった方にもなんですけどあけましておめでとう伝えられて。 良かったですはい、うん、そうなんですよそう冬服をね結構いっぱい買ったのでそう <laughs> 初売りには行けてないんですけどそう仕事とかもあって初売りはいけてないんですけど冬服買ったのでうんはい 今から私服が楽しみ私服着るのも楽しみです、うん、でもすごい嬉しかった今日はノエさんと同じそうレーンだったのでノエさんの初めましてのノエさんのファンの方ともお話できて。 やっぱりノエさんのファンの方とってても優しくくめちゃくちゃゃ面白いんですよそう私にもう会話に入れてくださって3人でお話しすることが多かったんですけどめちゃくちゃ面白いしそうあのー、すごいねいなんか推しに似るんだなってやっぱりのノエさんは面白くていつも優しいからファンの方のえさんの ファンの方もすごく面白くて優しい方ばかりだったのでうんそうでも七海推しの皆さんも本当に面白くて優しくて優しかったとにかく <laughs> うんそうだから嬉しかったですとにかくあっという間でしたねうんそうずっと笑って <laughs> 楽しかったですうんなんかもっとみんな来てほしいなって思いましたはい皆さんに来ていただきたいなって思えるイベントでしたねそうもしね次またおしゃべり会があってで日程とか都合の合う方は是非来ていただきたいですうん本当に 素晴らしいイベント次はね次こそはね完売させたいですね <laughs> うんそうなんですよ皆さんそれぞれ何か T シャツとかおしあの青丹 T とか山心の T シャツとかあとグッズとか持ってきてくださるそう方もいらっしゃってそうすごいね楽しかったし。 そうまあね今回は一日だったのでそう平日だったからっていうのもあるんですけどいつかまたこのようなイベントができたらいいなって思いましたはいねまた対面でやりたいです本当にうに、ん、楽しかった楽しかったとにかく。 絶対来てください <laughs> でもねあのおしゃべり会もねいやおしゃべり会はきっともっと楽しいですよオンラインおしゃべり会は <laughs>。こうね落ち着いて <laughs> 2人でお話しできますので私もあのー、もう今までのこのたまりにたまった皆さんへの感謝の気持ちを伝えたいと思いますのでぜひぜひお待ちしております。 はい、hey, ということで今日はこの辺で配信を終わらせていただきます明日もちょっとまた朝早起きなんですけど頑張りますみんなもお仕事頑張ってね20日の公演とあと明日もですね公演頑張りますはいということで私はもう眠りにつきますねお風呂入ってありがとうございましたまたねーおやすみなさい